昨日の旅、昨日の旅から、ザ・ビューティフル・ワールドマイナス、昨日の旅ザ・ビューティフル・ワールドは、しぐれ、沢圭一による日本のライトノベル。イラストは、黒星紅白が担当している。電撃文庫、角川より2000年3月から刊行されている。2003年と2017年にテレビアニメ化された、第6回電撃小説大賞に応募され、最終選考に残る。 電撃小説大賞は長編と短編を一括募集する賞だが本作は応募時点で連作短編の形をとっていた受賞からは漏れたものの2000年3月に電撃 HP ボリューム6に全編が掲載されその後文庫本化シリーズ累計で820万部を超える電撃文庫の大ヒットシリーズの一つである2001年12月には ラジオドラマ化2003年4月よりテレビアニメとして全13話が放送され、後に DVD 化2005年には映画化もされた。本編には書かれていない別ストーリーを書いた絵本、ビジュアルノベルも存在する。また2003年からゲーム、プレイステーションにも発売されており2009年には電撃文庫のキャラクターが多数登場する。 任天堂 DS 用ゲーム、電撃学園 RPG クロスオブビーナスにも参加している。また、新作テレビアニメ化が、2017年3月12日に、ゲームの電撃感謝祭 2017& 電撃文庫春の祭典 2017& 電撃コミック祭2017で発表された。短編連作の形式が取られており、ザ・ビューティフル・ワールド・マイナスという副題のついた、 作品が2017年10月時点において、第21巻まで発売されている。このライトノベルがすごい。2006年度、第2位。2006年7月、しぐれ、沢圭一自身による、パロディボン、学園機能が発売された、詳細は後日。角川翼文庫から、機能の度に新たに短編の書き下ろしを収録した。 角川翼文庫版キノの旅が2011年7月より観光。児童が読みやすいように配慮されており、一巻巻末にはキノとエルメスが対話している新規の後書きが収録された。また、17巻の発売に合わせて、期間1巻から16巻は新装版になった。イラストはが集などに収録されていない既存の絵である。旅人のキノが相棒で 二輪車で空を飛ばない者の,のエルメスと旅をしながら様々な国を巡るという短編、一話完結型のファンタジーである。キノとエルメス以外にも、師匠と相棒、シズと陸、ホトと僧が主人公となる話があり、他にもこの四者以外が主人公の話も稀にある。具体的なことは、各は一覧や、各記参照。基本的にはキノら旅人が、毎話。 独特の制度や技術、価値観を持つ国家や国民と関わるというストーリーで、そこに偶話の要素を持つ。本作は、ライトノベルにおける偶話的異世界物語の先駆けという評価もある。作者は、松本玲児の銀河鉄道39がこの作品の根源にあると語っている。また、しぐれさは曰く、読者層は、小学生から高校生あたりが主であるため、 難しい表現はなるべく避けているという。本作は後書きに思考を凝らしており、本編の話のパロディ的な構成、本文中で突然、短編の一つのような形で書かれている、真っ赤な嘘のあらすじ、後に、これが学園機能として書籍、お品書きなどがある。また、作者自身は後書きを本編の前に読むため、基本的に後書き内でのネタバレはしない。 物語の世界は、様々な都市国家が散在する架空の世界である。国はそれぞれ全く異なった文化や文明を持っており、社会体制や技術レベル、国民の価値観など千差万別である。例えば原始的な国家もあれば、近未来的な技術を保有する国家も存在する。国の大きさも様々であるが、原則として城壁に囲まれていることは共通であり、城壁には剣道であったり、 形だけの境界線、または本来あるべき城壁がないことで、その国の性質が表されていることもある。また、国同士の交友関係も様々であり、友好な国同士もあれば戦争中の国同士もあり、あるいは存在が他国に知られていないという国もある。すでに滅亡し、残骸しかない国や、比較的新しい国も存在する。また、作中に、 国名や地名が登場することも少なく、原則として、タイトルのの国という、その国の性質を表したものしかない。一方で、国の外は、盗賊や獣などがいる、無法地帯である。旅人や商人など、国の外を行き来する者は、大抵、何らかの武装をしていることが多く、しばしば話の主題となる。また、 球体の惑星上であることが作中で示されているが、天体としての世界を指す固有名詞はなく、この惑星などと呼ばれている。人間以外のものが喋ったり、人間並みに思考したりすることがあり、エルメスは空を飛ばない二輪車の元など、陸は犬でありながら話すことができる。ただし、一部そのような存在がいるということであって、すべての元などや犬が喋れるというわけではない。しかしながら、 そのような存在に初めて直面した場合でも簡単に受け入れられる。それらの具体的な理由や設定については特に明かされておらず、エルメスが喋る理由はお喋りだからだということになっている。担当声優はテレビアニメ版第一作多数決ドラマ版及びテレビアニメ版第二作のキャスト。それ以外は別途記載。特別記載がなければテレビアニメ版 第一作目のキャスト。作者の意向により、主要登場人物とレギュラーキャラクター以外の、キャラクターには、名前が設定されていない場合が多い。作品中に登場する銃器は、パースウェイダーと呼ばれている。語源は、英語のピアースウェーダー、説得する人、物、属ピストルとを、脅しに用いるものである。 パースウェーダーは実在の銃器をモデルにしているが、異世界が舞台なので、原則実名は出さない。この他、電撃学園 RPG クロスオブビーナスでは、ゲームオリジナル技として、ポンプ式、ショットガン、この世界の名称は、不明を持つ。機能は、ショットガンを携行していないが発汗に収録された、船の国では一度だけ使用している。学園機能、学園、 キノとはしぐれ、沢圭一自身によるセルフパロディ本である。フォーカンの後書きに書かれた嘘ネタが発端となっている。電撃 HP 公式海賊本、電撃文庫で掲載された後、電撃 H& 電撃 P、電撃ヘクトパスカルに続編が掲載され、電撃文庫で単行本化された。キノの旅、宇宙編に続く学園編という想定で始まるが、 本書の後書き、カバー折り返し、帯などで、あくまで本編とは、無関係なお遊びであることが強調されており、昨日の旅のファンは、絶対に読んではいけない、読むな危険とも書かれている。各種設定、キャラクターの性格などは、本編とは別物。作品全体の雰囲気も、昨日の旅と完全に異なっており、ライトタッチの非常に、明るいノリでまとめられ、パロディネタも豊富である。 重火器、乗り物などは、昨日の旅に比べて、明確な名称で登場する。また、重火器の設定、操作、作動方式などの著者曰く、鉄砲描写などが、機能の旅に比べマニアックで、多種にわたる、専門用語やパロディなども多く出るので、知識のない人にはついていけない箇所が多い。それらは、著者曰く、機能の旅の方は、担当に書き換えさせられたためとのこと。 人物、自治体、組織、機関、会社、商標、建築物等の名前は実在のものを出している、神奈川県横浜市、文部科学省、自衛隊、ホンダオデッセイ等。後書きは作者、しぐれ、沢圭一と、雨、沢圭一、雨沢恵みはじめの対談方式となっており、本編同様ネタバレを含むのを避けている。雨、沢啓一は、 紹介文によると作者とは全く関係のない赤の他人であり、決してコピー人間ではないと記されている。しぐれ沢曰く、ツンデレビ少女。もともとは電撃 HP において、しぐれ沢の名前が雨、沢慶一と誤植されたのをネタにしたもの。第一巻では、地の文を書くため本文に登場もした。作者曰く、 同一作者による同一シリーズの世界最長、ギネスブック掲載を目指し、2449巻まで続けるつもりという。木野が通う学園は全寮制で神奈川県横浜市に存在しており、最寄り駅は大船駅に近い JR 京浜東北線の駅であり、根岸線である。学園は魔物屋、サモエド仮面、1階。 体育館を崩壊させているなどによる、度重なる、戦闘の被害を受けているが、周囲はすっかり慣れてしまっており、学校側が、魔物出現時のマニュアルを決めたり、魔物にならないよう注意の張り紙があったり、生徒たちも魔物が出現しても平然と避難したり、テスト中に魔物が出現した場合、テストがやり直しになったりすることから出現を幸運に感じたりする者も,もいる。また、 学園の建物そのものにも、防弾ガラスや大爆シャッターなどの魔物対策が、されている。基本的に舞台は学園。第3話では大部分が北海道を、第6話では、鎌倉近辺を呼び、秋葉原を、番外編は、商店街を舞台としている。プロローグとエピローグは、タイトルが同じで、必ず時系列が逆になった連続した話である。サブタイトルも同じであり、 A と B がついて、時系列の順序を示している。発巻は、プロローグとエピローグのタイトルが異なるが、同じく連続した話であり、サブタイトルの記述法は他と同じである。関数の正式な表記は、ローマ数字表記。PR はプロローグ、EP はエピローグ、F は、ことの日々の略。その他、特殊なものは、脚中で補記。 背景色はその話で主体となる登場人物、美高蘭による区別で、赤色は木の、緑色は小、青色は静、黄色はと、白色はその他、複数、または主要な登場人物以外。美高蘭の人気の国ダイエックス位は、発刊15周年記念として実施された、その時点で発表された全210話中から、読者投票で選ばれた。 上位30話、詳細は、出展先を参照。電撃対象にて2001年12月に、人の痛みがわかる国、絵の話、レールの上の三人の男、本の国を放送。CD 化の際に、魔法使いの国、優しい国が追加された。このドラマは口述するように映像もついているが、音声を、主とした、ドラマということで、便宜上。 ラジオドラマとしている。昨日の旅から、ザ・ビューティフル・ワールド・廃墟の国は、電撃文庫ニコニコの企画、多数決ドラマ第3弾として、2016年7月から9月に、かけて、全4回ライブ配信された。ストーリーは、しぐれ沢の書き下ろしによる、廃墟の国で展開される。主要なキャストは一新、おおむね2017年に制作された、テレビアニメ第2作目と共通。 アニメほどではないが簡易に動く絵も付けられ、音声と同時に展開される。多数決ドラマとはニコニコ生放送中、物語の途中で簡単な選択肢が提示され、視聴者アンケートの結果によってその後の展開が変わるという趣向のもの。このドラマでは冒頭に、廃墟の国を訪れたのは誰か、という選択肢があり、そこから、木の辺、師匠編、 シズ編に分岐していく。それぞれの編、ルートにしか登場しない人物も多いが、すべてのルートには、セイラ、コエ、タムラ、ユカリという少女が登場し、彼女を通して物語が少しずつ解き明かされていく。隠れキャラとして、学園キノのキノと恵みかが登場している。また原作者自身がアテレコをするルートは登場した。ものの、公式サイトのヒント3にあるユーザーが参加するルートは、 最後まで選択さなかった。2017年に発売されたテレビアニメ第二作のブルーレイボックス上巻の初回限定版特典として付くボーナスブルーレイディスクに収録されている。ニコニコ生放送で未公開に終わったルートも含め全映像が収録される。メディア化に再資源点同様、英語の副題が付き、昨日の旅ザビューティフルワールド、廃墟の国から、 オンユウェイマイナスという題名になる。2003年4月から7月に全13話がワウワウノンスクランブルで放送された。また、2007年2月から4月に東京 MX で一部の話が放送された。現在は DVD 全6巻が販売されている。2017年3月にはテレビアニメ第2作目の制作、放送が発表されている。主人公 木の役を担当した女優の前田愛と最終話のゲストキャラクター、桜役を担当した結城葵。当時は、羽生ザキ緑名義で出演の両名にとって、声優デビュー作となった。後に結城は、ラジオドラマ第2作、前述及びテレビアニメ第2作で、主人公、木のを演じた。テレビアニメ化記念として、オリジナル短編アニメ DVD&、 ブックレット、昨日の旅とっておきの話が発売された。劇場版、第1作は、2005年2月19日、昨日の旅何かをするために、ライフゴーズオン、マイナスが、ユナイテッドシネマとまえにて、短館上映で公開された。同年3月30日発売の DVD、ビジュアルノベル、昨日の旅旅人の話から、U マイナスの限定版 DVD 内に収録された。後に、 単品 DVD 化の際に、当の国、フリーランスマイナスを収録。劇場版、第2作は、2007年4月21日、電撃文庫、ムービーフェスティバルの上映作品の一つとして、昨日の旅病気の国、ユーマイナスが、尺眼のシャナ、犬か、ミ、と、同時上映で公開された。昨日の旅から、ザ・ビューティフル・ワールド、ザ・アニメテッドシリーズのタイトルで、 2017年10月より12月まで ATX 東京 m x ンテレビ KBS 京都 BS11 にて放送された。テレビアニメ第一作より14年ぶりのアニメ化となる。主要キャストは2016年に配信された。ラジオドラマ第二作の面々に一新され、制作スタッフもテレビアニメ第一作とは違う。面々に一新された。シナリオに関しては、 第一作からの続きではなく、2015年に15周年を記念して行われた人気投票の結果を参考に、第1巻第20巻から抜粋されている。原作者のしぐれ、沢慶一は脚本会議に参加しており、アニメスタッフと共にエピソードの選定を行っているほか、エルメスや銃のデザイン監修、ガンアクションの監修を行っている。さらには、各は脚本、 エコンテのチェック、アフレコや編集作業にも参加している。キャラクター原案の黒星紅白は、キャラクターデザインの監修のほか、各話数の主要、ゲストキャラクターの原案を担当している。本作では、美術監督や美術制作会社を格話数ごとに変更する手法が採用されているが、これは機能が訪れる国ごとの微妙な違いを表現するためである。 電脳桜河津段作画で、電撃 GS フェスティバル、コミックボリューム10から13、電撃 GS マガジン2010年12月号2012年6月号に、学園機能のコミカライズを連載。2017年からは、本編のコミカライズ版が、同年3月より高段社間のコミック雑誌、少年マガジンエッジ4月号より開始、作画、潮見合えるか。 同年2月には予告編的なプロローグ漫画が掲載。同年5月からはコミック電撃大王でも別バージョンのコミカライズ漫画開始、作画5。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。